わかる。山を登るのかと思うとうんざりするよね。うん。どうした？この感覚を表す言葉が見つからない。わかった。喪失感だ。何それ、何かなくすのか？不吉ね。倒すでしょ。やってやろう。叩き潰すぞ。なかなかの装備のようね。嬉しいね。想像以上のものね。いただいておこう。山地帯だからね、吹雪なんかも体験できるかも。ふふって何？ふふって。カズさん。この斜面の雪、危ないな。相手する？期待してるわ、ジャック。手だったな。ああ、ダメだ、やばい。ここ嫌な予感する。雪崩が来るわ、気をつけて。大丈夫みたいね。仕切り直す。出てきたか。さっさと片付けましょう。崩れた。ほら、嫌な予感したんだよな。予感は見事的中したし、無事に渡れたし、いいことしか起こっていない。騒がない。敵がいる。やるぞ、ついてこい。俺は山登りが得意なのかもしれない。たとえそんな気がしても他人の感覚かもしれないから過信しないことね。経験者は語るか。泳げるつもりで水に入って溺れたことがあるの。あれには参ったな。せいぜい気をつけよう。
やるか。降りかかる火の粉を払おう。たちも気をつけろ。待て。捕らえたぞ。外さん。捕らえたぞ。倒すでしょ。また来てみるぞ。キューブか。支度しなくていい？人が石になってる。魔物のせいかな。わからない。でも眠ってるような顔をしてる。素敵な夢を見ていることを祈る。なりたい。
くらい余裕が。終わり、先に進もう。吹雪だ。前も見えないし、最悪。まさか本当に吹雪いてるとはね。まあ、注意して進みましょう。拾いましょう。歩く場所は慎重に選ばなくちゃ。なかなか大変な場所だったわ。どこかで休憩したいところね。ソフィアに賛成。山に着いた時の喪失感、同時に感じている山道を行く喜び。喜びって言った？喪失感と喜びの両方があることを思うと、深夜に何で何かをなくした男の姿が浮かんでくる。俺の記憶ではないことを願おう。自分を掘り下げるのはおやめなさい。嫌なもの見ちゃうから。
これ見よがしに塞がれているわね。アシュ、何かわかるかしら。わからない。だがこの様子ならどこかに開ける仕組みがあるはずだ。探そう。さっきの岩と同じ色をしている。調べよう。ああ、だがまず魔物を片付けよう。もう終わり？圧勝だな。でしょ。叩き潰すぞ。手応えがなさすぎる。ジャックがいれば当然ね。よっ、キューブを見つけた。調べておくか。健康だ。相手になってやる。
増えたところで。キリがないわ。